どうも、あつ森。あ、待て、待て、待て、オーロラ、オーロラ行っちゃった。うわぁ。いやぁ、久しぶり、しずえさん。みなさん、こんにちは。いや、なんか久しぶり、ほんとに。ただいま、北極島の時刻は5月15日金曜日の午後0時37分です。もうこれ、みんなにやってる時間バレちゃいますよね。そうなんですよ。今日の動画も今日撮ってます。さあ、やってきました。自分のワールド。ちょっとね、あのね、ほんと申し訳ないんですけど、久しぶりなんですよね。つけるのが久しぶりで。あれ、こんな木やったっけ俺。自分の島に。なんだっけな、なんか5月の虫を取るときに確かこんだけ植えた気がするな。これまた取りたいな。直さなきゃ。で、ここの川とかもぶっちゃけ埋めたいですよね。いろいろごちゃごちゃしてるので、まあ、今日から島作りの方に、ね、しっかり行きたいと思います。おっと、待ってね、チュン太郎。あ、うなぎ、やっと会えたな。そうなんですよ。チュンの助と会うのは、サソリの島で会った以来、初めてなんですよ。この島で会うのは初めて。あの島でお前と約束したのになかなか会えないからどっか行っちゃったのかと思ってた。まさにその通り。いや、なんか全然やれてなくて、最近スプラトゥーンばっかやってまして、ごめんなさいね、チュンの助くんもね。くんなのかちゃなのかわかりませんが。でも今日ようやく会えてよかったよ。今後ともよろしくな、ダチュン。多分男の子だな。チュンの助っていうぐらいだから。おっ、鳥同士仲いいのか？リーコちゃんとチュンの助もしかしてなんか、そういう関係だってする？ラジオ体操してるやんけ。ちょっとさ、チュンの助の家見たくない？お家見てみたいんだけど。チュンの助のお家。でも今外出中だから見れないか？あれ？どうした？なんだ？この島から出ていこうかと思って、何？何？まことお前。何が気に入らない？うちの島の。他の島の強いやつと勝負すればもっと強くなれるんじゃないかと思ってさ。腕が鳴るぞ、ほんとに。お前はどの路線に行こうとしてんだ？あつ森って戦いなの？なんで戦おうとしてんの、お前。一人で戦ってろよ。他の子巻き込むなよ。もう、でもな、島いなくなるって考えるとちょっと悲しくなるんだけど、でももしもこの島に置いておいたら、なんか暴力事件とか起こりそうだからな。他の子守るためにも、おさらばしましょう。じゃあな、戦ってこい。そう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 、前回、いや、結構前なんですけど、北極島を作りましたって動画を上げました。で、北極島っていうのは、スプラトゥーン2で出てくるステージをね、再現して作ったんですけど、今日からちょっとここに手を入れていこうかなと思います。まあ、すでにここは完成してる、北極島自体は完成してるんですけど、北極島の周りがぶっちゃけまださ、ダサいじゃん。ゴミ散らばってたりさ、ここにおいてはまだ整地、できてないんだよ、ちゃんと。だから今日はね、ここをしっかり作っていこうかなと思います。で、個人的には、まあ、橋じゃねえや、階段か。階段つけて、うまいことさ。ごめん、ちょっと説明しづらいからマップ見ると、今いる場所が、チェックポイントついてるじゃん。この位置をちょっと盛り上げて、右側が住宅地があるんですけど、ここと繋げちゃって、で、住民をステージにちょっと、誘おうかなと。ステージに入れるように、すぐ入れるようにね、しようかなと、思いました。で、ちょっと下の方に散らばってるお家とかも全部住宅街の方に運ぼうかなと。まあ、そういう、作戦を、立てたので、今日からそういう島作りをしていきたいなと、思います。頑張るぞ。ちょっとね、時間かかるんだよね、島クリエイターするときね。まぁ、ちょっと時間かかるからカット入れつつだと思うんですけど、作っていきましょう。よし、まずは盛り上げよう。うぅ、消え！バカ。最悪ですよ。まぁ、仕方ない。もうここを、うまいこと繋げていくしかない。なんかさ、めっちゃ雑草生えてんだけど、やっぱ全然やってなかったからかもしれんけど、雑草が結構生えてきちゃった。この石の周りなんてひどいよ。雑草なんだこれ。汚いな、この花。
う一個だな。もう一列だな。狭すぎるもんな。いいね。これ、ホッキフトの周りもしっかりと固めてったら、本当に島っぽくなるから、いい島っぽくなる。今、ただ、ステージがあるだけだから。なんか、しゃっくり出てくる。一応、こっから入れるじゃん。で、入るじゃん。で、この上に一個上がると、住宅地があるんですよ、こうやって。住民の。うわ、雑草だらけ、もうやだ。これ、取らなきゃー。つなげるとしたら、階段だから、ここに階段をすでにつけて、の方がいいかな。ちょっと歩く道を作った、橋みたいにちょっと歩く道作った方がいいかな。それともこのまま階段つなげちゃう、どうしようかな。てかお金あるのか、俺。マネー、ちょっと待って。マネーは？マネー576ベル全然ないじゃん。ちょっと雑草取るか。いやでも橋を作るにはやっぱお金が必要だから、576ベルじゃ何もできひんよな。そうすると、お金を稼ぐとこから始めなきゃいけないのか。ちょっと、めんどくさいな。お金を稼ぐのって大変だよね。学生時代。とりあえずコンクリ植えます。ここ、なんかいい感じのおしゃれな橋にしたいからな。どうしようかな。どうしよう。なんか道っぽくするマイデザイン持ってるっけな。もうここオリジナルでやっちゃおっか。どう？こういうの。あ、待って。でもオリジナル。なんかおしゃれな道っぽいマイデザイン持ってないかな。どうしようかな。なんかオリジナルでいいの作りたいな。ここをつなげて道っぽくしよう。道路っぽいよね、やっぱこの色。こんなもんか。これで、ちょっとお金を、確かね、俺自分のお家にいくらか入ってた気がするんだよ。橋を一個作るのっていくらだ ?20 万くらいか ?20 万ベルあるかな。どうだろうな。あ、こっち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 。俺さ、銀行口座じゃなくてさ、家のへそくりとしてお金置いてあるからさ、毎回家帰んなきゃいけないんだよ。たぬきちのとこ行くんじゃなくて。見て。ちょっと見てほしいよ、俺の。へそくり。ほらめちゃくちゃあるでしょ ?9 万9千が。あ、待って、20万よりあんじゃん。あ、もうこれ余裕じゃん。え、50万あったらいけるでしょ。へそくり大事だな。へそくりしててよかった。たぬきち。たぬきち、たぬきち。橋を作らせてくれへんか。うなぎさん、どうもどうも。こちらは建築カウンターだも。どういったご用件だな、もう。なんだっけな、インフラ整備で、橋だっけ。待って、しゃっくり出てくる。やばい。最近しゃっくりが止まらない。橋や坂の相談、これです。これです、これです。橋じゃなくて坂だよね。坂を作りたい。はい。興味があります。スロープや階段があれば、屋上への行き方が楽になる。これだね。今のお金だと全部買えるな。んーと、青い鉄骨階段が確か入り口で使ってるやつだから、もう一つの方は青いやつだから、青でいっか。青にします。はい、大丈夫です。じゃあこれをつけていきましょう。作りたい場所。は、坂を作りたい場所を俺がつける。そっか、これも全部自分でやらなきゃいけないのか。忘れてたな。久しく物を作っていないから全然覚えてないや。ですね。この上に私が作った道があるんですけども、ここに、坂予定地キット。あ、これ違う。こうか。こうだ。坂予定地キット。
いいんじゃないですかこれで。ちょっと想像してみるか。どんな感じか。見してちょ。ああ、いいんじゃない?いいんじゃないこれ。オッケー。よーし。ここにつけました。はい、完璧。もう今日これでいいんじゃね?ちょっと開拓して終わっちゃったよ。もっとやるか、一応。あ、待って、お金渡さなきゃいけないのか。お金、お金、お金。228,000、うてっけ。渡したくない。渡したくない。渡したくない。はい。これですぐできるね。募金して。これ明日だっけ?まだできないんだよね。これは多分明日できるから、大丈夫だ。そうなると、ここの道が寂しくなっちゃうんだよな。どうする?あと、ここの緑の部分をどうするかなんだよね。緑の部分は緑でいいかな?なんか物を置いたりすれば、こんな感じでパネルを置くのもありだけど、どうしようかな。ここも寂しいよな。湖でも作るか?でも、ホッキフトの周り湖ないよな。普通のスプラトゥーンだったら。オリジナルになっちゃうけど。なんか作る?どうしよう。どうしよう。待って、スペースこんくらいあんのか。川とか?違うなぁ。いや、待って。どうしよう。みんななら何作る?湖がおしゃれかなとは確かに思うんだけどさ、俺も。悩むわ。わかった。俺わかったわ。わかった。何作るか決めた。今これ住民につなげる道を作ってるんですけど、ここも全部、この灰色。灰色?灰色だってる。コンクリートの色。にして、なんかスプラトゥーンではもう、関係ない、オリジナルのホッケフトの続きを作ろうかなと。まあ、俺の思うホッケフトよ。今日は。作っていこうかなと思います。マイデザインせっかくあるし、敷き詰めていけばなんかいいのできそうじゃない?しかもスプラトゥーンのさ、制作者の人がもしそれ見てさ、あ、今回のホッケフトめちゃくちゃいいですね。で、うなぎさんのホッケフトめっちゃいいっすね。スプラトゥーン3ではそれにしましょう、みたいな。なったりしないかな。ねえ、任天堂の人見てますか?見ておりますか?あ、削っちゃった!これ続き作ろう?こうやって。よくない?めっちゃよくない?これイカ返しの部分さ、こうやって引いて、行こう。ねえ、ハニワくん喋ってこないで、俺が喋ったんだけど今。ごめん、ちょっとどいて。こういうとこにさ、街灯とか置いたら綺麗そうじゃない?なんか俺が持ってる持ち物、なんかオブジェクトあったら置いてみようよ。そしたらなんか、この先がつかめるかもしれないよ。何を作るのかがね、明確に見えてくるかもしれない。今漠然と作ってるから、なんか何も目標なしにとりあえず埋めてるんですけど、何かが見つかるかもしれない。なんか持ってこよう。何かいい家具ないかな。俺が持ってる家具は一応、まあ、こんな感じなんですけど、なんかいい家具ないかな、置いとくと。あ、そうだ、鉄骨!鉄骨をね、いっぱいね、ゲットしたんだよ。これ結構ありだな。これも持っていきましょう。で、あとなんか必要か?竹、ゲーム、クマちゃん。あー、でも違うな。なんか違うね。マンホール。マンホール持っていくか。ありだな。マンホールと鉄骨は大事だ。ちょっとマイル見てみよう。2400! 少ねえ!これは少ないぞ。何買える ?2400。マイル全然足りないよ。どうしよう。とりあえず街灯買おっか。街灯交換。これ明日届くんだっけ?ね。鉄骨を一旦置いてみよう。でかっ。でかいな。ちょっと待って。ちょっと待って、雰囲気はめちゃくちゃいいぞ。すげえいい雰囲気出てる。工事現場みたいな。
なんなら俺が工事現場の帽子かぶってるからすげえ見える。雰囲気がやばい。いい雰囲気出してるよね。鉄骨ありか？ありなのか？もう越えてみるか。え、鉄骨ありなのかな？とりあえず置いた。とりあえず置いた。まあ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 、後から修正すればいいから。とりあえず置けるもん置いちゃおう。で、マンホールね。マンホール。うわ、野外感が強いっすね。え、どうこれ。これどう鉄骨多いか？ちょっと量が多いかもしれない。けど、マンホールと鉄骨置いたことによって、なんかポザは出た。ポザは出た。本当にオリジナリティが出た。から、これ決定じゃないから、また街灯とか注文したの届いて、いろいろつけてみて、試行錯誤してみて、で、結果、また付け加えよう。鉄骨必要なとことか、あと別で必要なとことかあったらさ、付け加えていこう。とりあえず、これ置くことによって雰囲気は出た。こんなもんでいいでしょ。とりあえず初日は。やりたいこととかさ、固まったわけだし、まあ鉄骨とかも置いて雰囲気も出たので、あとはあれだね、坂が明日できるから、坂ができてからと、あと街灯も届くので、で、それも待って、ちょっと楽しみにしておきましょう。あとあれだ、仕込みもしっかりしないとね、必要なものとか、次の動画の時に使うものとかをさ、前の日から頼んでおけばいいんじゃないかな。はい、そんな感じで、今日はこの辺にしておきたいと思います。じゃあちょっとこれからの、ホッケ太の出来栄えを皆さん確認するために毎回動画見に来てくださいね。よろしくお願いしますね。それではまた、バイバイ。